かあの辺り行った時に言うてよって言ったら、何も見えない。あるな、セブンイレブンか、確か。つかセブンイレブンの前に、マックスバリューがあるか。あそこなら、7時から空いてるでしょ、大丈夫でしょ。横ね、右側走ってるのが、名所店ですかね。この辺りもなんかうまいことパーカーズライドみたいな形でね、作れたらいいんでしょうけどね。こっちはまあまあありますからね。やっぱ車で移動するのが大前提にはなってますからね、この辺りは。そうするとやっぱ駅までどう来るかっていうのがね、バスも走ってない、コミュニティバスが一応あったっけなーっていうところですもんね。それでも、やっぱこの名所線の線路は、信号が本当やっぱり全くないっていう、この光景がね、厳格区間とはいえ、普通はね、何かしら信号とか電気システムとかありますけど、ここは本当にないですからね。いまだに証券編、福利編とかね、電気で使われてますからね。あ、やっとファミリーマートが出てきた。じゃあファミリーマートによろう。どっちから入ってきたっけ、これファミリーマート。さあ、ってことでね、お茶代借りがてら買ってきましたけどね、飲み物の補充なんで、飲んで補充しとんやから、そりゃまたトイレ行きたくなるんやろうけど、まあここはね、電車の旅なんで、あとファミチキでね、ちょっととりあえず小腹を満たそう。ついでにちょっとね、場所も行っておこうということで、まあ、一市町の井出駅ですね。駅で言うと、井出駅ってね、ありますよね。名所線の駅もありますし、ちょうどこの真ん前がね、よいしょ。そこに、お役看板ってね、出てますけど、何を書くと、みんな大好き、ベビースターラーメンね、まさに作ってるおやつカンパニーの工場が、本社工場が、だったかな、がこの先にありますよっていうところでございます。途中でもちょっと山の方なんですよね。で、この先に、特にね、私、高知屋とかで仕事した時によーくお世話になった、とことめの里っていうところの、温泉が、施設がありましてですね、なんだったっけ、安らぎの湯だったっけな。あそこ良かったんですよね。特に私がね、巣で仕事してた時はタオルとかが全部ついた状態でレンタルタオルがついて、600円だったからっていうね、安い値段だったんで非常に助かってましたということでございますね。ショックであったんで、朝までね働いて、朝から朝まで働いて、ちょっとねそこの温泉にちらっと入りに行ってね、また仕事をしてと、いうのがね、楽しみの一つでしたからね。では、ファミチキいただきます。さあ、ではね、改めて、背中側の方にね、向かっていきたいと思います。で、ここ
ここはジュートラブリー地点ね。ここのカツ丼弁当もようお世話になりましたね。ワンコースですかね。高瀬屋を出て、まず先に温泉に浸かり、で帰り道にさっきの牛トラでカツ丼を買って、で、食べて、また高瀬屋で仕事をするという。高瀬屋の時とか、あと、松坂の応援の時ですね。撮った時も、ミキか。買ってましたね。で、これすっと行ったら、一市の、この辺りあれですよね。あ、今のところか、あれか。一市の、名所線の駅で、ここが、そして河合高岡駅ですね。近鉄の駅ですね。この辺りもね、駐車場はないんですよね。あ、でも名所線は確か、無料駐車場が用意してあるんだったっけ、ここは、一市は。うん。確かありましたよね。うん。待って、今、特急列車がスーって行かれると、山田さんは、多少、ポンってなるんですけど。おお、火の鳥。おお、ほんと。飛んでいくかのように。そっそっと走っていきますね。ちょっと上り勾配入っていくとこやで、ちょうどまたそんな感じですね。ちゃんと映ってたかな。で、火の鳥だったらいいんです。名医のね、まあ名医じゃない、名阪高特急ですから、あれは絶対名古屋に行くやつなんで、ってことはその後に来るのが伊勢の方に行くやつなんで、 OK それなら大丈夫です。よかったで、嬉野方面ね。中川っていうのが、いや、嬉野町の中の、朝ですもんね、もともとが。どうしても伊勢中川駅っていうのがある手前、中川っていう地名の方が有名になってますけど、地名的には嬉野町ですもんね。嬉野町、大和中川かな。うん。でしたっけ。気にしてますね。すごいですね。The Rock。ガンガンの焼き芋しますよね。すごいな。これリアルに焼き芋焼いてそうですね。すごい人数で。やってません。あの焼きの香りがするわ。あ、これ絶対焼き芋焼いてるわ。芋の香りがする気がする。どこ？ここ。あ、もうそうか。これで伊勢中川駅だ。すんなり着きましたね。無事着きましたんで、先払いらしいんでね、先に300円払って、また一路、伊勢の方面で、ね、今度は向かっていきましょう。